先日ですね、GU へ久しぶりに行ったんですけども、秋のコーデがぐんと増えて着回しに優れたシャツを見つけましたので、今日はそちらについてお話ししていこうと思います。それがこちらなんですけども、オーバーサイズスタンドカラーシャツなんですね。僕個人的に結構今季ブラックにハマっていますので、これを購入したんですけども、他にもブラウンとかグレーとかもありました。一旦着用してみましょう。はい、実際に着用してみるとこんな感じですね。ちなみに僕は L サイズを選びました。普段もね L サイズをよく選ぶんですけども、同じように L を選んでみたんですけども、結構オーバーサイズな印象です。なのでビッグサイズ、オーバーサイズが好きな方でワンサイズアップとかされる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、その点は注意してください。いつも選んでるサイズでちょうどいいのかなっていう風な印象です。ちなみにこちらのシャツですね、ポリエステルが多めに含まれています。66% 入っていまして、こういったポリエステルのシャツって比較的シワになりづらくてお手入れもしやすいです。なるべく手間をなくしたいという方はこういったものがおすすめでしょう。結構生地自体も張りがあってツヤのあるような印象です。そしてね、肉厚でしっかりとした生地ですね。こちらのシャツの印象としてはですね、ツヤのある生地で、ベースとしては綺麗めな感じなんですけども、このようなゆったり感とかまたはスタンドカラーになっていますので、かっちりとした印象ではなくて、しっかりと柔らかく親近感も持たせることができるシャツです。それではこちらのシャツを使った着回しコーデを順に紹介していきます。まずはですね、今僕が履いているようなスラックスを合わせたようなコーデ。今回のシャツ、先ほどお伝えした通りかっちりとしすぎていないので、このような切れ目パンツとも比較的合わせやすいんですよね。コーデ全体の印象としてはしっかりと柔らかく親近感もあって、僕みたいなアラサー世代でも気兼ねなくオーバーサイズを楽しめるようなコーデになっています。ちょっとね、足元でスニーカーを入れてカジュアル感を加えているのもポイントですね。個人的にはこのようにモノトーンで統一したようなコーデが好きですね。はい、パンツを履き替えてみました。さっきは綺麗めなスラックスだったんですけども、このようなカジュアルなデニムパンツも合わせることができます。先ほどのコーデと比べるとより柔らかくカジュアル感が加わったような印象ですね。カッチリめなパンツが苦手な方はこういったコーデがおすすめです。ちなみに今スキニーパンツを履いてますが、もちろんストレートのようなもうちょっとゆったりを持ったデニムパンツでも合わせることができます。はい、そして次にこちら、GU にいた時に同時にですね、シェフパンツもですね初めて購入してみました。このようにちょっとゆったりめなパンツでも結構相性がいいかなっていう風に感じました。上下ゆったりだけども落ち着いた色を使っていますので、しっかりと大人っぽさを意識したようなコーデを作ることができます。はい、以上ですね、3つのタイプのパンツでシンプルに1枚合わせてみたんですけども、簡単にねおしゃれなコーデが作れることが分かったかと思います。他にもまだまだ着回しテクニックがあるんですよね。例えば時間帯によっては暑い時があります。そういった時にですね、ボタンを外してこのように袖まくりをすればですね、こんな感じで、気温に合わせたようなコーデを作ることができます。はい、他にもですね、このように前のボタンを開けて羽織として使ってもらったりとかもできます。よりねカジュアル感が際立って着崩したようなコーデになります。今黒のインナーを着てますが、他にもね白いインナーとか取り入れて色でメリハリをつけるのもいいでしょう。はい、次にこちらです。今回のシャツはですね、このように秋冬用のニットと重ね着することができます。シンプルにねこういったホワイト系のカラーとグレーのスラックスだけでもコーデとしては成立するんですけれども、シャツをこのように加えることでちょっとねこなれたような印象に仕上がるんですね。いつもと違った遊び心があるコーデを作ることができるので、いつもシンプルスタイルに慣れてしまった方はこういった着こなしもチャレンジしてみてください。秋本番になってきたらこのようなコーディガンと合わせるのもおすすめです。よりね季節感を増したような印象ですよね。今回ね主に夏から秋にかけてのコーデを紹介してきましたが、もちろん冬本番でも活用することができます。個人的にもかなり気に入ったアイテムで今季はたくさん使っていこうと思うんですけども、もし気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ GU の店舗かですね、ネットショップの方でチェックしてみてください。ただサイズ感だけは注意してください。ちなみにこのシャツに合わせたアイテムですね、Dコレクションアイテムをたくさん使ってました。もし気になった方がいらっしゃいましたらぜひチェックしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければぜひチャンネル登録、またコメント欄の方のご記入もお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。L サイズのニットとかなとカットソーがない。こちらおすすめの動画です。ぜひチェックしてみてください。